5日、エンゼルスがガーディアンズとの試合に敗れ2連敗を喫し、カード負け越しで借金は10に膨らんだ。これでエンゼルスは12勝22敗で今季最多の借金10。開幕2カード目でマーリンズをスイープして以来カードの勝ち越しがない状況が続いています。ツーランホームランを浴び、逆転負け。怪我人だらけの呪われたエンゼルス。大谷、ドジャースに行って正解。なおエの頃が懐かしいよ。トラウトも内心他球団に行きたいだろうね。エンゼルスじゃ地区優勝は無理。オーナーが強いチーム作りをしようとはしてない時点で、結果は最初からわかっている。こんな弱小チームで MVP、本塁打を取った大谷がいかにすごいか、再認識した。もう GM も最低だもの、身売りのタイミング測ってるだけじゃないかな。大谷への対応見ればわかる。本当に移籍してくれてよかった。ドジャースのハイライト見てて心からそう思う。エンゼルス受ける。こんな弱いチームを大谷がいたから応援してたが、本当にストレスだった。今はドジャースで嬉しい。二刀流許可したエンゼルスはすごいと思うよ。今の大谷さんがあるのはエンゼルスのおかげです。アナハイムエンゼルス応援してますよ。投手の入れ替え補強がない限りエンゼルスは勝てない。そんなこと野球ファンなら誰でもわかる。そういう当たり前のことができないチームは勝てない。トラウトがいても、今季のエンゼルスは全く勝てていませんでした。そしてチーム状態やトラウト本人の成績が危機的になると、突然トラウトが離脱するのも4シーズン連続です。今季はそのタイミングが早く訪れただけのこと。再建しようにも若手もいないからな。まあ身売りも直前まで行ったのでもう高く売るためにどうするかの状態。まあ大谷選手のことを抜きにしても、これだけ怪我人多くて投手陣が超貧弱でプロスペクトが全然いないとなれば、どんな名監督や敏腕 GM 概要と無理だよね。また今年も若手の有望株的な選手の放出が始まるのでしょうか。この状況ならシーズン100敗も決して夢ではないと感じる。ドジャース貯金10、エンゼルス借金10。この現実を受け止めるんだな。